こんにちは、金色玉三郎です。今日はフォールガイズやっていきたいと思います。でいきなりね、決勝戦ですね。消えちゃう六角マラソンっていうね、前回ねめっちゃやったやつの、決勝戦から撮ってます。前回ね決勝戦何回結構やったよね、6回ぐらいやったけど勝てなかったんで、まあ、今日はね勝つまで、初心者が六角、消えちゃう六角マラソン挑んだら何回で勝てるのかっていう感じでやっていきたいと思います。なので、まあ、今日はもう決勝戦だけお見せして、勝つまでやります勝つまでやります。なので、優勝シーンね見せることが、まあ、絶対にできますという動画になっております。まあ動画の長さ見たらねどれぐらいで、勝ったのかってなんとなく分かっちゃうかもしれないけど、頑張っていきたいと思います。まあもしかしたらね、もう何回も優勝しちゃってるかもしれないしね。これで1回で優勝しちゃったらさすがにね、もう1回優勝しようってなるから、さあ頑張っていきたいと思います。前回動画でもやって、裏でもね何回かやってたんだけど全然勝てなかったですね。なんかねイベントが来てるんですよ、そのスキンがもらえるイベントみたいなのが来てて、でねそれ、この六角マラソンを2回優勝するのと、あとソロ、デュオ、スクワットそれぞれ1回ずつ優勝かなでスキンがもらえるみたいな感じなんだよね。まあ、かなり遠いけどどれも達成してないんで まあまずはこのね消えちゃう六角マラソンから2回優勝しないといけないっていう感じですね。ただまあ欲しいからねスキンね。まあ僕も普通に課金はしてるんですけど、まあそんなたくさん課金してるわけじゃないんで、しかもね今回全体スキンなんでね、いつもなんかリュックサックとかなんか背負うものばっかりなんだけど、今回はね全身スキンということで、海賊のスキンなんでね、しかもね僕海賊好きだから、なんせワンピースが好きだからね。なので、絶対にゲットしたいっていう感じですね。よいしょ。さあちょっと黙っちゃうかもしんないです。あーちょっとマジラストだったな、ガチか。ということで2回目チャレンジしていきます。はい、決勝戦2回目ですね。止まるな危険スペースやっていきたいと思います。どれが一番得意なのかな、この出てる止まるな危険スペースと普通の止まるな危険と、あとリングの呪いとあるけど、どれが一番得意なのか。あ、これブラストボールありパターンか。そうだね、どれが得意だろうな。結構落ちたな、なんか。まあでも一番なんかありそうなのは止まるな危険かもしんないね。これなんなら一番苦手かもしんないな。なんか焦っちゃうし、なんかちょっとワンチャンあるそわそわ感あるじゃん。床復活すんじゃないみたいなだからなんかあれだよね、止まるな危険はまあそのワンチャンがないじゃん。床が復活することがないからさ、諦めがつくというか、気持ち的にも止まるな危険が一番すっきりするかもしんないね。まあでもヘキサキはあれだよね、その人がさ踏んじゃえばその床はなくなっちゃうじゃんね。急に止まるな危険でもさ、ちょっと待っていや、もうわけわかんない落ち方しちゃった、何今の。はい、決勝戦3回目が止まるな危険ですね。これで1回ずつやったかな確かね。いや、さっきのちょっとひどかったねあまりにもひどかった。ちょっと今回は、しっかりやっていきたいと思います。あ、みんなこっち来たか。 OK。 さあ、まあまあ最初はいいんだよね。正直後半3走ぐらいで決まるみたいなとこあるね。もう途中までは人がね取り合っちゃうんで、どの道ねあんまり意味がないっていうか、あそこ取れたかもしんない、まあいいや。上でね耐えてても結局全部ねなくなっていくだけなんで、そうそう、 あそこ結構有利なとこあるけど、まあ、あれも3人ぐらいでね潰し合うんですぐ終わっちゃうんですよ。なのでこの下の青ぐらいからかな、青黄緑でね、なのでその辺りから戦いが始まってくるみたいな感じですね。よいしょ。さあ慎重にやっていきましょうと。ここ当たれるよね、ここ当たって、まあでも潰し合いになっちゃうんだよな結局。そうそうそう、結局こうなってあんまりね差がつかずにここまで来ると。
あそこがあれだな、紫さん強いな。あれを渡してしまったね、完全に。失敗だね、これ。紫さんかなり強い陣持ってる。さあ、ここで耐えたいけど、黄色には誰もいないか。危ない、落ちるとこだった。まあ、ここもう2人で分け合うしかないね。うわ、ラグい、ラグい、何になるよ。すごいラグい。怖すぎる。あっちが結構空いてんな。まあ、こっちはもうこれでもうしょうがないですと。さあ、真ん中の方に入っていくか。真ん中の方に入っていって。うわ、あっちは誰も入れない。あ、ちょっとやばい。やった。さあ、ちょっと待って、視点変えて真ん中の方見よう、真ん中の方見よう。どこが強いんだ。まあ、上からどうせね、降ってきちゃうリスクもあるから、もうどうにもなんないんだよね、これに関してはね。こっちに渡る。いや、ダメだね。全然ダメだね。多分上にいるんじゃない？まだ。そうだね。黄色にもいるから。あ、これはもう全然ダメだったね。正直話にならなかったですね。はい。決勝戦4回目かな。止まるな危険やっていきたいと思います。これね、1回戦とか2回戦に止まるな危険スペースが来たらなんかめっちゃ時間かかる。止まるな危険スペースって、なんか陣がね、どんどん狭まっていく感じなんですけど、なんかね、その、最初はだから落ちないんだよね。走ってりゃなんか別に落ちることはないから、すげえ時間かかるんだよね。これ渡れる？あ、渡れなかったです。どんまい。そう、最初だからなんか虚無の時間が流れるんだよね。全然みんな落ちないし、みたいな。これ渡れる？あ、これは渡れると。難しいね。なんかどこまで渡れるのか。ギリ渡れるっていうのもあるもんね。難しいです。よいしょ。あ、ここはもうすごい広いね。広大に広がってる。これ僕だけ？そんなことないよな。うん、こっち、やっちゃった。やっちゃったよ。欲張ろうとしたら失敗して全部取られてしまいました。大失敗です。あー、切ってきたか、ラインを。まあ、まだいいかな。この辺りからですよ、戦いは。正直ね、この辺りから戦いは始まってくる。まあ、こんなとこで多分立ち回ってんのあんま強くないよね。そう、ああやって切られちゃ、あー、切られちゃったな。あっちやばいだよ。あっちを潰さない限り勝てないですよ。やばいな、あっち。走ってくれ。紫。うわ、しかも青がもうめちゃめちゃ穴開いてるな。あっち側の紫。とりあえずこっちの方削っとこっか。紫上の方にね、いっぱいあったから。うわ、こっちに来ちゃったか。え、ちょっと待って、見てなかった。もう弱すぎる。弱すぎて嫌になる。もうありえ。はい、決勝戦5回目リングの呪いやっていきたいと思います。いや、さっきのね、4回目はちょっとあれだったね。なんか視野をね、広く持とうとしすぎたら、大事なね、足元を見てなくて他のところに集中しすぎてね、普通に足を滑らせて落ちるっていう感じでしたね。まあ、まずはあれだね、自分の足元をちゃんと見ないと。その余力で周りを見ないとね。本当に当たり前の話だけどめちゃくちゃ当たり前の話だけど、そこはちょっと気をつけないといけない。危ない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 。これ怖いね。ちょっと人が多い時はね、こうやって急にギャギャギャってなくなっていくんで、もうちょっと減ってほしい。まあ1対1ぐらいに持ち込みたいね。まあいつも1対1になってもなんか焦って落ちちゃうんだけど。で、金魔女さんいるね。そこにいらっしゃる金魔女さんいますね。で、僕もね、なんか、金スキンとか持ってないんですよ。まだ王冠100個くらいなんで。ただね、一応、金色玉三郎っていう名前でね、名前に金色入ってるんで、なんか、せっかくだったらね、その自分の名前に、なんか関するスキンを着たいなということで、金色にしました。金色スキンにしました。よいしょ。これまではね、なんか、イカのやつを着てたんですよ。
頭にイカつけてたんですけど、なんかね視野が広くなった気がする。まあイカの分見えてないもんね前だから、もしかしたら何もない方が見えるんじゃねと思って何もない方が見えるよね多分ね。腰回りとかさ、まあ、腰回りはつけてなかったから、靴とか危ない危ない危ない、靴は履いてたぐらいだけど、ね、足元もわずかに違うし。やべこけた、あー金魔女さんもこけた、ラッキー。でこの左の人があれだね、海賊のイベントもクリアしてる人だね。だからリングの呪い、おっとラグがすごすぎる、ちょっと待って、ラグがすごすぎて終わったんだけどもうなんでこの読みによって決勝戦でラグが来るんですか。はい、決勝戦6回目ですね。再びリングの呪いですね。リベンジしたいね。でな、さっきラグ来て、あれなんだよね、普通にね、2回戦が止まるのは危険だったんですけど、そこでもね、ラグがあって。なんでだろうね、一応ね、その、日本サーバーチョイスしてて、でね、まあ、スイッチなんだけど、有線なんでね、まあ、その、実況してる時点で有線なんですけど、で、しかも、そう回線もね速度測ったりするけど全然大丈夫そうなんだけどね、なぜだろう。うわちょっと待って、海賊さん2人いるじゃんこれ。この海賊さんはね、これを少なくとも2回優勝してソロデュオ、スクワットをそれぞれ1回優勝してるんで上手な方だと思うんですけど、2人いますね。勝ちたいね。落ちてくんないかな。てかさっきも一人いらっしゃったんだよね。なんかこのブロックいっぱいいるこの海賊さん。でもみんなこれ楽しいからやるよな。ここ楽しいもんな絶対。さあ落ち着いて落ち着いて。まあちょっとルートとかはもう見てないよ。ルートとかはもう見てないんで。適当です。まあ、なるべくちょっと先を見るようにしたいな。もうちょっと前に出よっか。滑り落ちたりするからね、あんま前に出すぎてもあれなんだけど。危ない、滑り落ちる。おっ、キョ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 。冷静にジャンプして、危ない、ちょっと速度が速いので、一回ブレーキ。まあでも、まだ残ってんな。まだ残ってるね、普通に。でも、どこが残ってるかちょっと見てなかったな。目の前の目の前のあれに一生懸命すぎてどこが残ってるとか見ずに一生懸命ジャンプしちゃったな。あ、これやばいな。これ届くでしょ。うわ届かないか。ちょっとあれだな、ダイブが早かったのかな。はい、7回目かな。ちょっとやりすぎじゃない。決勝戦、リングの呪いやっていきたいと思います。そろそろ勝ちたい結構ね、前回時間切れで終わっちゃったんであれだけど、今回ね時間を余裕持ってきたんだけど、さすがにちょっとそろそろ勝ちたいです。7回は結構やってますよ正直。1回戦2回戦もやった上でだからね、まあカットはしてるけどね。であれだね、多分3回連続決勝戦がリングの呪いだわ。で7回中4回がリングの呪いなんで、なんか偏っちゃってるな。偏ってますね。まあ一番苦手なのが多分ね、止まるな危険スペースが一番苦手なんで、まあありがたいけどね、できれば止まるな危険がやりたいな。あれ普通に好きなんだよな。あれ結構好きです。さあこれはとりあえず残りたいな。で海賊さんが一人いるね。海賊さんと、あとなんかすげえおしゃれな人いたんだよな。あ、ちょっとあれだな、あんまりぼーっとしてると大変だから。いや届け、 OK。 なんかね、赤水玉に羽で、なんか靴もねおしゃれな、うわこの人多分すごいおしゃれな人なんだろうなみたいな、普通にね、そのゲームしてる人もおしゃれなんだろうなみたいなスキンの人がいました。でもちょっとそれをね見せる余裕がないですあ、これちょっときついんじゃない、これ間に合うか。うん、届け、オッケー。さあちょっと道を見てないや、多分あっちだな。もうこっちは結構きついと思うわ。こっちだと思う。右側はね結構きつそうでした。1回目でもう多分渡るとこなくなっちゃったんじゃないかな今や。あ、これは絶対こっちで、ここでしょ。でここ見えてる、全部見えてます、全部見えてます。
まだ渡るとこあるの？そっち。もう二人だよね。あと二人だよね。落ちろ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 。いや、うまいよな、絶対。絶対うまいよな。あの人多分、分かった上で立ち回ってるよね、ルートが。落ちた？落ちないよな。いや、マリオかくそーさあ乗ってたら割っちゃったのかな？どうなったんだろう？ギリギリだったのかな？左側の人に。これ感想聞きたいね。どうでしたか？ギリギリでしたか？っていうことで、うんち、ワンコスリッパスキンさん、おめでとうございます。はい、まさかの4回連続、リングの呪いですね。8回目決勝戦やっていきたいと思います。そろそろ本当にそろそろ気持ちが持たない。ちょっと負けすぎてて気持ちが持たないです。こんなにずっとやって何回も負けたことない。今7連続負けしてるってことだからね、そろそろ勝ちたいです。いや、しかもさっきもね結構惜しかったよね。いや、惜しかったのかどうか分かんないか。ただ 1-1 のところまではいけてたね。めちゃめちゃ悔しかった。頑張っていきたいと思います。あ、ちょっとあれだな、ペースが早いよな多分ね。もう2人落ちてる、あ、3人落ちてる。お、いいんじゃない。今回はいるかな、なんか鶏みたいな人がいるな。あれかっこいいな、このスキン。鶏パーカーみたいな着てる人がいる。さあ、そろそろ勝ちたい。この金玉スキンでなんとか勝ちたいです。さあ、こっからがなかなか落ちないからね。こっからがなかなか落ちないんで。さあ、4人目が落ちていく。あっと、危ない。弾き返される。ちょ、何してんのあいつ。もうどこ行ってんの。めっちゃ邪魔だったんだけど、あの人誰。はい、9回目かな、決勝戦。ついにね、リングの呪いから外れることができました。止まれない危険やっていきたいと思います。さあ、頑張ろう。これが僕は一番好きかな。あ、全然うまいとかじゃないけどね下手だけど一番好きかな、これが。よいしょ。さあ、頑張っていきましょう。よいしょ。あ、ちょっと待って、何してんの下手すぎ。ちょっと待って、めっちゃ上に残ってたよね今ね。結構上の独占してんじゃない。ゆっくり。大失敗ですね。まあ、上から落ちてきたか人ね。オッケー。まあ、最初の方はねそんなあれなんで。戻ったね。オッケーオッケー。戻った方が絶対強いからね。よし、よいしょ。取って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 、はい、これもらいましょう。これをいただいて。あ、でも上から人降ってきそうな気するけど降ってこないか。これもらって、で、ここ落ちよう。ここ落ちて、どうしようかな。まあ、ここ、あ、取られるか。取られたね。まあいいか。ここ渡れるからね、普通にね。こっちに渡りますと。よいしょ。え、これ僕独占していいやつ？じゃあちょっと耐久頑張ってみる？怖いけど。あ、ちょっと待って、やっちゃったね。危ない。こうなっちゃうので、まあ普通にジャンプしてゆっくりしよっか。で、降りるとこ決めとこう。青、待って、でもめちゃめちゃ広くない？あれあるじゃんね。あれじゃあもらおっか。ここもう安定でいいんで、あそこもらっちゃおうよ。ここ。ねえ。え？勝ったんじゃないこれ。僕。紫は？紫も見とこう。紫はでも逆か。下にはないね、でもね。こっちにはある？紫が全然ないのか。黄色。そうだよね。なので、ここでもっと耐久した方がいいのかな。あそこ届く？届かないよね。もっと慎重に耐久した方がいいのかな。もう遅いけど。待って、これ。ラグい、ラグい、ラグい。ちょっと待って、ラグすぎる。うわ、マジで、もう何やってんの、マジで。ごっついラグ。ラスト一人だったのにな。このラグはどうしたらいいんだろう、このラグは。どうすれば直すことができますか、このラグは。回線問題ないはずなんだけどな。なんで今、ラグ来ちゃったの。さあ、10回目だね。決勝戦。またリングの呪い来ました。めっ
シャクルナリングの呪いもう半分以上かな、半分かな、ちょうど半分か半分以上か、リングの呪いですね、やっていきたいと思います。いやちょっと待って、こんなに僕勝てないと思ってなかったわこんなに勝てないとは思ってなかったです。でもね、なんか納得感持って負けたいね。なんかちょっとさっきはラグだったよね、ラグでだったし、なんかね、うわー負けたーって言って負けたいな。さあ頑張っていきましょう。まだ一人だね、落ちてるのはね。まあ、最初ちょっと混戦しちゃうからね、慎重に、あのつまずいてね、こけてとかあるからね、その段差違いのところでつまずいてこけてそのまま落ちちゃうっていうこともあるんで、慎重に行きたいですね。本当はね、前できるだけ前にいた方がね、他人の影響を受けないからいいんですけど、ただね、前に出すぎることによって前にね滑り落ちていっちゃうっていうリスクもあるんで、結局ね、まあ、僕は最初の方はちょっと後ろで落ち着いてやる感じにしてますね。まあその結果全然勝ててないけどあと3人か、 OKOK、 もうだいぶ落ち着いてきたね、だいぶ落ち着いてきた。落ちろ、落ちないね、これちょっとまずいです。 OK、 危ない、これちょっと前に出たいな、さすがに危なかった。ちょっと待って、何滑っていったんだけどなんかしかも一気に終わったしやばい、勝率1割切ったんだけど、ガチですかい。はい、決勝戦、なんだこれ、おお大丈夫か、最初なんかバグってたけど、決勝戦来ました、11回目ですね。でね、なんかここ来るまでね、3回もね、3回連続で2回戦で負けたんだよね、しかももう全部ラグね、ラグで負けまくってね、もう心が折れそうです2回連続負けて、あやばいと思って日本サーバーからね韓国サーバーに変えたんですけど、まあ、それでも結局ラグは改善されなかったんで、まあスイッチのスペックのせいなのか僕の回線のせいなのか、でもいつも僕ね生放送とかやって全然ね、そのすごい遅延とかなく普通に放送できてるんで、僕のあれのせいじゃなさそうなんだよね普通に。そうだからね、スイッチのせいなのかなっていう感じですね。ちょっとここもゆっくりやりましょう、ゆっくりやってこの下に着地する感じでいいと思うんで、そうだね、ここに着地してよいしょ、でこっちの方が多分広かったよね、こっちを取って、でまあオレンジはいっぱいあるからね、普通に、ゆっくり着地していけばいいかなっていう感じですね。 OK、 じゃあまあ外側から回っておいおいともらっていきましょうと、ほい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 と OK、 これでまあまあ取れたんじゃない、結構取れて、ただ青がもうないね、青がもうないから紫への着地を考えよう。あそこに下青あるから、ここ着地して、でこっちかな、こっちだったら最悪両方に渡れるんで、あ来ちゃったね、あーちょっと待って、バッティングしちゃった、残念です。とちょっとねいい感じだったんですけど、普通のところまで戻っちゃったね。で下がもう終わりだからね、ラストラインがそこなんで、ここもう切っちゃって、これで渡ってこれないでしょ、うん、これで、あそこがつながってんのか、あラッキー落ちた、じゃあここもバッサーっともらっときましょう、これ勝てんじゃない、まあこれはラグきた、ゴー最悪、ほっとりこれなんだよね、もうずっとこれガチでずっとこれなんだよな、もう来ないでね、本当にこれ勝てるよ、正直勝てる、おっしゃ、やったやった、勝った、もう勝った、よかった、いやこれは勝てたもんね、もう見えてたもんな、陣が、いやーよかった、ラグ来たけど、いや決定的なタイミングじゃなかったからね、ラグが、いやー UFO キャッチャーだ、11回ですね、
11回、ガチ疲れた、もう一生勝てないかと思ったよかった、勝ちました。はい、ということであれだね、ちょっとまだまだ練習必要だね。逆に言えばこんなに勝てないんだね正直舐めてたわ、もうちょっとすぐ勝てると思ってたら、全然勝てなかったですね。いやでもね、これ好きなステージだから楽しいんだよね。楽しいからね、悔しいって思いながら何回もやっちゃって楽しかったですね。はい、ということで、まあ裏でもねちょこちょこ練習しながら頑張っていきたいと思います。あ、なんかゲットした、レトロムーン、かっこいいな。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。